こと国の基本方針を作るおっしゃっていただきました。ではこの総務省をめぐる問題について質問をさせていただきます。今日ですね、朝の理事会でこの NTT と総務省のこの会食接待ですけれども、中間報告なるものがなされました。私の考えなんですけれども、今般のこの NTT、総務省の官僚の皆さんの答弁が二転三転している、こうした問題も含めですね、私すべての元凶はこの菅総理案件だというふうに考えるわけでございます。そうした質問をさせていただきたいと思います。まず東北新社のですね、がですね、総務省の官僚の皆さんに、延べ11人、処分された件数で37のですね、接待を繰り広げていたというふうに言われ、総務省の報告書で出されております。で、そのうちの20回に菅総理の長男が出席したわけでございます。じゃあ、菅総理の長男、一体何の役割をしていたのかということなんですけれども、このパネルをご覧いただきたいんですが、実は私は2009年から2010年、総務省の衛星放送課、衛星地域放送課、まさに衛星放送の担当の課長補佐をしておりました。今般処分された一番ランクの低い職員、課長補佐ですけれども、私の直接の後輩に当たります。で、私の時代にはもちろんこんな違法接待はありませんでしたので、報道があったとき、私も本当にびっくりをしました。なんで総務省の官僚の皆さんがこんな違法な接待をするのか、私が本当に心から尊敬し、社会人としての仕事、あるいは社会人としてのあり方を教えていただいた方が、なぜこんな違法接待を行っていたのか、この根本の原因、私は菅総理のこの長男、そしてその長男の方を会社としてですね、接待要員として使っていたのではないかということでございます。で、このパネルなんですが、どういう形で東北新社が接待を行っていたかでございます。この接待手ですね、皆さんからご覧いただいている右側の接待手、課長補佐ですね、処分された課長補佐、課長補佐を接待しているのは、本社の取締役、あるいは子会社、これ放送局なんですが、放送局のこの子会社の社長さんが接待しているんですね。で、これ実は私も本当によくわかるんです。私の時代も接待はされてませんけれども、政策議論をしたり、あるいは東北新社とはやっていませんけれども、割り勘で、意見交換 の会食の場を持つ場合でもですね、私のご相手させていただくのは、東北新社だと本社の取締役や、あるいは子会社の社長さんなんですね。せいぜい課長、私の上司の課長と、そういう場があるかないかぐらいだというふうに思います。で、ところがですね、東北新社の接待する人は変わらないんですね。本社の取締役、あるいは子会社の社長、この組み合わせに、本社の部長、これは菅総理の長男なんですけれども、長男さんなんですけれども、本社の部長が加わると、私よりもですね、30年ぐらい先輩の総務省で一番偉い事務次官級、あるいは局長に、これ接待ができるわけなんですね。で、率直に言いますけれども、総務省の事務次官級や、あるいはその局長は、言うと、ここはあれは、なんか悪い意味ではないんですけれども、東北新社の方と直接お会いをする、会食するということは、まず機会としてはないと思います。菅総理に質問をさせていただきますけれども、こうした、これ事実です。こうした事実に基づけば、菅総理の長男は、の方はですね、総務省の最高幹部を、この接待の場に引っ張り出すため の, この接待要員だったんではないですか。はい、総務大臣、武田総務大臣。事実関係について、先月24日に、公表を行った調査報告書では、職員および東北新社社員へのヒアリングを行っておりますが、その結果として東北新社の木田氏が、同社における総務省担当の窓口としての役割を果たし、多くの会食を主体的に企画参加し、店側への支払いを行っていたことが確認をされております。菅氏の存在が会食に影響を及ぼしたのではないかということについては、事実が確認をできておりません。小西洋之君。いや、ちょっとパネル、今の総務大臣の答弁はですね、菅総理の長男がいなければ、この会えない事務次官級や局長になぜこの会えてるわけですから、菅総理の長男はこれから見れば接待要員ではないのかという質問、何も答えてないんですね。もし菅総理の長男が接待要員でないんだったら、非常に不可思議なことになるんですね。どういうことかというと、東北新社の中で菅総理の長男が一番偉くなってしまうわけですよ。私は偉いんだから、事務次官や、あるいはその局長と会いますよと。
で、事務次官や局長よりもランクの低い課長補佐や課長は、私、上司なんですけどね、菅総理の長男の上司なんですが、上司の人たちが接待しなさいということになります。菅総理、答弁してください。菅総理の長男は、本来会えない総務省の最高幹部を引っ張り出すための接待要員だったんではないんですか。菅内閣総理大臣。私は会社とのことについては全く分かりませんので、その私の長男が接待要員ということでありますけれども、そこについては、会社に私、全く関与していませんし、長男と会社の話は全くしておりませんので、その接待要員が何なのかということについては、私は答えるべきではないというふうに思います。小西洋之君。菅総理は今回、総務省の官僚の皆さんが処分された後に、長男の方とですね、本件について話をしなかったんですか。調査前には電話して、調査に協力するようにって言ったということを答弁されてますけれども、総務省の官僚の皆さんが処分された後に、長男の方とは何ら話をしてないんですか。菅内閣総理大臣。まず、事実だけです。話したのかどうか。長男から私に対して、当初申し訳ないという意見が電話ありました。それ以外については、総務省の皆さんとのことについては全く話していません。小西洋之君。その長男の方から申し訳ないという連絡があったときに、お前は何の役割を、あなたは何の役割を果たしていたのかということは聞かなかったんですか。菅内閣総理大臣。私は聞いておりません。小西洋之君。それはですね、私は菅総理、本当に無責任なんだと思うんですね。先般、菅総理は家族として、自分の息子である家族はこういうことをしたことは申し訳ないというふうに言っていましたけれども、菅総理、よろしいですか、政治家として、菅総理にはこの長男の違法接待について、政治家としての政治責任は全くないというのをお考えなんですか、政治責任の有無についてだけお答えください。菅総理大臣。総務省において、徹底した調査を行っていることは私も当然承知しています。その中で、私が長男から聞き取りを行い、そうしたことがあればですよ、総務省によって調査の公正さ、そうしたものに疑念を生じさせる恐れがあるために、そうしたことは控えるべきだということを私は申し上げました。政治責任については、政治家の責任の果たし方というのは、状況に応じて自ら考えるべきものだというふうに思います。その上で、今回の件について申し上げれば、国民の信頼を大きく損なうことになったことは、政府として深く反省しなければならないというふうに思っています。いずれにしろ、国民の信頼を回復し、期待に応えていくのが私の責任だと思います。小西洋之君。ご自身の長男が総務省の官僚の皆さんに違法接待を繰り広げたことについて、自分に政治責任があるかないかというのを全く答えないんですか。先に別人格というような発言もされていましたけど、もう一回聞きます。菅総理はその長男の方を大臣秘書官にしました。大臣秘書官に。でその方が東北新社に就職をして、で菅総理が官房長官、戦後最長、そして総理に上り詰める間にこういう違法接待を繰り広げていたんです。菅総理には違法接待、長男の違法接待について、政治責任は全くないとお考えなんですか、イエス可能かでお答えください。菅内閣総理大臣。私自身、この事案が発生してから、私の家族が関係をして、結果として公務員が倫理法に違反する行為をすることになったことについて、大変申し訳なく思っており、皆さんにお詫びを申し上げてまいりました。その上で、ご指摘のこの別人格でありますけれども、長男はすでに結婚して子供がおり、独立で自分の家庭を持って、私とは全く別個の生活を営んでおり、普段からお互いの仕事の話もせず、干渉もし合うことがない、そういう意味で私は別人格だということを申し上げました。なお、過去の衛星放送の認定プロセスにおいて、総務省において、そこは厳しく当然調査をしておられるものであり、
第三者委員会、第三者も含む委員会を立ち上げる、これは徹底して、そこでやはり総務省として責任を調査をして、事実関係は明らかにすべきだと思います。小西、いや、その長男の方がですね、結婚してご家庭を持ち、子どもを持たれていることと、その方がかつて総務大臣の秘書官を務め、そしてその父上が官房長官、そして総理と出世していく中で違法接待を繰り広げていただいたこと、何の関係もないじゃないですか。何の関係があるんですか。菅総理はこの違法接待が繰り広げられていた間ですね、東北新社の創業者、そして創業者だけではなくて、その息子の方、次の社長さんですね、献金を受け続けていたわけです。自分は献金を受け続けて、しかも100万円などととんでもない金額ですよ、献金を受け続けていて、でその東北新社の中にいる息子さんの違法接待は、自分には関係ない、政治責任はないというお考えなんですか。菅内閣総理大臣。政治献金というのは、3回の選挙の際、そしてまだ他の部分にもありますけど、すべて領収書を出して、これ、個人献金です。そこは明確にルールに基づいて行っています。選挙のために領収いただいて領収書を出したことと、それが菅総理は息子さんの違法接待に政治責任がないことの、何の関係があるんですか。まあ、テレビを 見ている国民の皆さんは、このしどろもどろですね、菅総理、政治家なんですから、自分が行ったことについて、きちんと責任を語らなければ、総理、国民から信頼されないですよ。このコロナ禍の国難の中で、また大震災10年目を迎える中で、あらゆる政策について、菅総理の国民の信頼というのが大事なんですよ。今の菅総理の答弁、ますます国民の皆さんにとってですね、辛い答弁だったというふうに思う次第でございます。じゃあ、菅総理やあと総務大臣がおっしゃっている、この東北新社の菅総理の長男の違法接待がですね、果たしてちゃんとした調査を行われていたのかについて質問させていただきたいと思います。総務省の官房長、いらっしゃいますね、官房長。今回のこの調査ですね、報告書を作りましたけれども、事務次官以下8名の秘書課のメンバー、で官房長も参加されて、調査をしたというふうに聞いております。官房長、今日そちらにですね、違法接待を受けた総務省の官僚の皆さんがいらっしゃいますけれども、この方々に官房長は直接、ヒアリング、調査のヒアリングをなさいましたか。原邦昭総務省官房長。お答え申し上げます。本日いらっしゃる中で4人直接私の方でヒアリングを行います。それぞれ仕事の合間にやりますので、時間とかで役割分担しながら調査をしております。小西洋之君。官房長自ら4名の方にヒアリングしたというふうに伺いました。官房長通告を後でさせていただきましたけれども、この4名の方ですね、あるいは4名の方全員ではないんですけれども、東北新社とその東北新社の子会社に関するさまざまな許認可の決済に関わっております。2015年からのデータですけれども、4人の方々が、何人の方がその決済に関わり、延べ何回の決済を行っているでしょうか。吉田博史総務省情報流通行政局長。お答えいたします。東北新社および子会社に関する決済文書を確認いたしましたところ、今回ご指摘のあった元幹部 4名のうち3名が8件の決済について延べ11回決済を行っておりました。小西洋之君。はい、この3名の方が11回ですね、東北新社と子会社に関する決済を行っている。今配布資料の15ページをご覧いただきたいんですけれども、これ先般答弁いただきましたけれども、東北新社がですね、外資規制を超えた状態で子会社を突如作って、東北新社メディアサービスという子会社に放送事業者の地位を承継する、これ、大臣認可なんですけれども、その決済のトップは情報流通行政局の山田真紀子さん、で、また他の方々も名を連ねているところでございます。官房長に質問いたしますけど、官房長、よろしいですか。総務省の中の調査において、この4名の方々に、あなたは東北新社、あるいは子会社の決済に関わっているのに、なぜ東北新社、あるいはその子会社が接待されているんですけど、その接待した人たちを利害関係者とは思わなかったんですか。なぜ利害関係者、決済をしているのに利害関係者と思わなかったんですかという質問をしましたか。質問の有無、その事実関係だけ答えてください。原邦昭総務省官房長。
お答えいたします。質問いたしました。小西洋之君。では、どういう回答がありましたか。原邦明官房長。それぞれありました。基本的には決裁についている資料がかなりいっぱいあったので、確認できてなかった、申し訳ないということでございました。小西洋之君。今、答弁いただいている官房長は自治省の方なので、とばっちりみたいなもんなんですけれども、旧優生の方に起きた接待問題なんですが、ただ、すみません、追及させていただかなきゃいけないので、私もかつて郵政省、総務省にいて、こういう放送、あるいは情報通信に関する規範ですね、局長や事務次官まで持っていく規範を、何十本、もう何百単位だと思います、やっていきました。誰一人として、分厚いから中身を見ない人なんていませんよね。むしろその起案を回す人がですね、私なんかやるんですけど、局長の部屋に行って、かれこれこういう案件でございます、で、こういう議論をして、こういう結果になりましたので、決裁をお願いをしますというふうに、決裁をいただくわけでございます。官房長、もう一回聞きますけれども、決裁をした人が東北新社、あるいは東北新社の子会社のための許認可の決裁ですよ、東北新社や東北新社の子会社の名前を知らないということはありえないんじゃないですか。その通り。原邦明官房長。お答えいたします。私ども当然その点は質問いたしました。しかし確認できてなかった、申し訳ないという答えでございました。小西、じゃあ官房長、すみません、じゃあなぜ確認できなかったというふうに説明されてましたか。なぜ確認できなかったか、それについて答えてください。原邦明官房長。確認できなかったのは私の方ではございませんで。だからあなた確認しなきゃ、確認しなきゃ、なぜ確認できなかったのか。委員長の了解を取ってから質問してください。要するに私どもですね、当然決裁があるわけですから、担当の権限があればそれ当然見てますよねという質問いたしましたら、そしたら先ほど申し上げたより資料が多くて確認できてなかったということでございましたので、私どもとしてはそれはいかがな、どうなんですかねということはかなり厳しくは言いました。小西洋之君。じゃあ官房長、調査する側がですね、いかがなものなんですかねと思うような調査というのは、まともな調査と言えるんですか。真実が明らかになった調査と言えるんですか。原邦明官房長。お答えいたします。従いまして、私どもは東北新社そのものを利害関係者と認定し、今回の処分を行ったところでございます。委員長、私の質問はこの4名の幹部の方が誰しも東北新社を利害関係者と思っていなかったって言ってることが不自然ではないかという質問をしているので、それに答えてください。それを答え、それをちゃんと確認もしない、それをちゃんと確認もしない調査というのは、いい加減な、真実をむしろごまかす、菅総理の長男の案件だから何とかしてごまかそうとする、そういう忖度調査をやったんじゃないですか。原邦明官房長。お答えいたします。その点は私ども何度も何度も繰り返し、知らないはずがないでしょうということは申し上げました。しかし申し訳なかった、そこは認識してなかったという答えを繰り返して聞いたところであります。ただ私どもとしてはそうは言ってもそれはおかしいんじゃないかと思いましたので、弁護士の方とも相談して利害関係者であるというふうに認定をさせていただきました。小西洋之君。じゃなくて4名の方が利害関係者と思ってなかったことがおかしいんじゃないかということを言っているわけで、ございます。どういうことかといいますとですね、私も経験があるんですが、この起案というのは、幹部の方に一度持って行って終わりじゃないんですね。こういう放送サービスのこの許認可というのは、国民の皆さんにとってもものすごく重大な影響を及ぼすものですから、何度も上の方に説明するんですよ。まず、こういうサービスをするので、こういう周波数の放送局の公募をするので、応募してくださいと。応募があった段階で、こういう応募がありましたというふうに上の幹部まで上げるんです。で、担当課が審査をして、審査の途中経過も上げるんです。そしてだんだん決まりそうになると、幹部に上げて、幹部に決めていただくんです。なので、みんなさん、お名前、絶対東北新社や子会社の名前知ってるはずなんですね。官房長、聞きますけども、知らないはずがないじゃないかというふうに、あなた方が言い続けたその調査というのは、結局、何の真実も明らかになってない調査ではないですか。原邦明官房長。お答えいたします。私ども今の点については繰り返し指摘をし、
そこは先ほど相手の、要するに今回処分を受けた方々は、それぞれ認識できてなかった、申し訳ないということでありましたが、それも含めて、私どもとしては、これは利害関係者であろうというふうに言わざるを得ないということで、厳しく処分を行っているところであります。小西博之君、総務大臣に伺いますけど、じゃあ、総務大臣もこの4名の方が、今の議論ですね、東北新社、あるいは東北新社の子会社が利害関係者だと知らないわけがないというふうに大臣もお考えになっているんですか。それが総務大臣。この問題っていうのは、それぞれが自分勝手な解釈、自分勝手な解釈で、東北新社というのを、その利害関係者が否かということを決めつけて取った警察の行動だと、私は認識をしておるところであります。小西博之君。そこまでいきますけど、自分勝手な解釈をそのまま許した報告書、そんなもんで国民や国会に対して説明がつくんですか。違法な接待を行った官僚の皆さんが自分勝手な解釈を行ったと、でそのことを報告書に書いて、それで許されるんですか。大臣の責任じゃないですか。ちゃんとした報告ができてないんですから、大臣、辞職すべきではないですか。答弁してください。武田総務大臣。事実関係を私は説明申し上げただけであります。小西博之君。いや、その事実関係だけではなくて、大臣の責任があるわけですよ。いい加減な調査を行った大臣として責任がありませんか。武田総務大臣。ご指摘は重く受け止めますけれども、私は決してね、現場はいい加減な調査をしたと思ってません。誠心誠意、心を鬼にして調査をした、その結果をご報告したまでだと、こう信じております。小西、私も元上司の方々の話ですから、心を鬼にしてやってますよ。国民の皆さん、テレビの前の国民の皆さんに申し上げたいんですけれども、もう今回の件はまさに菅総理の案件ですよ。菅総理の長男がいなければ、菅総理の長男、あるいは菅総理の長男の会社から違法な接待を申し込められなければ、この幹部の皆さん、みんな断ってますよ。だってもともと東北新社の役員の皆さんに直接会うような方々じゃないんですもん。それは私のような課長補佐が対応するわけです。菅総理、今でもこういう今の議論を聞いて、なおご自身の政治責任を認めませんか。菅内閣総理大臣。私の政治責任というのは、それは正式な まさに状況に応じて、ここは自ら考えるものだろうというふうに思います。今回の件に言えば、国民の信頼を大きく損なうことになったこと、ここについては政府として大変深く反省をいたしております。小西、政府の反省じゃなくて、菅総理自身の人間として、政治家としての反省が求められてるんですよ。何を言ってるんですか。処分されてるんですよ。極めて冷静ですよ。失礼なこと言わないでください。で、次の、まさにこうした違法な接待の構造の下で、放送が歪められた事案についての質問をさせていただきます。東北新社、緊急事態発令中であります。従いまして、大きな声を慎んでいただければありがたい。そのことだけお願いしておきます。ちょっと止めてください。止めて、何言ってるの。そんなに大きな声じゃないよ。止めてください。そっき止めてください。なんでですか。そっき止めてください。何しに来られたんですか。そっき止めてください。何しに来られたんですか。いや、だから今のは何ですか。何ですか。報道者、質問者、質問権を出すような。どうしてですか。ちょっと欲しいですよ。止めてください。そっきを止めてください。
じゃあ、小西洋之君、はい、冷静に心を込めて、国民の皆さんのために質問をさせていただきたいと思います。東北新社のこの外資規制 の、 この違反の問題でありますけど、このパネルをご覧いただきたいんですけれども、東北新社は2017年1月24日、東北新社の本社ですね、BS 放送の大臣認定を受けました。しかし、この外規制、外国人などが持つ株が 20% を超えてはいけない、でこれは外国勢力にその放送内容などを支配されない。そうした大切な放送法の中でも最も重要な規制でございます。しかし、東北新社は BS 放送の大臣認定を受けたわずか2ヶ月後に、この外資規制の比率が 21.23%、違法状態にあった。そしてさらに下の方に移っていただいて、灰色のところですね、9月の30日、外資規制が 22.21% を超えていました。総務大臣に伺いますけれども、この2つの、この3月31日、9月30日、2017年、これは東北新社は外資規制を、放送法の外資規制に違反していた、そうした事実で間違いないですね、そうした見解で間違いないですね、総務省。武田総務、吉田博史総務省情報流通行政局長。東北新社に確認したところ、2017年3月の同社の株式名簿により、外資比率は 21.23% との回答がありました。これが事実であれば、その時点で外資比率を 20% 未満とする規制に違反していた可能性が高いと考えております。9月30日につきましても、外資規制に、外資比率を 20% 未満とする規制に違反していた可能性が高いと考えています。はい、小西洋之君、はい、前回ですね、答弁がなかったんですが、じゃあ、3月31日からいきますけど、東北新社は、この3月31日の時点、あるいはその前後で、放送法の外資規制に違反している状態になるということを、東北新社自身は知っていたんでしょうか。総務省、確認を求めております。吉田博史、情報流通行政局長。お答えいたします。外資規制に違反していた可能性が高いことが判明したことを受けまして、大臣からまずはきちんと事実関係を調べるよう指示をいただいており、改めて事実関係の確認を行っているところでございます。小西洋之君。いや、じゃなくて、その東北新社がこの3月31日の段階で知って、外資規制に違反していたのかどうか、この事実関係、それを確認するのに、なんで時間かかるんですか。もう一回答えてください。なぜ事実関係を確認するのに時間かかるんですか。吉田博史情報流通行政局長。きちんと事実関係を確認したいと考えておりますので、大臣からの指示を受け、確認しているところでございます。小西洋之君。では、この2017年の9月30日、ここの外資規制違反もですね、これも東北新社はまだ、知っていたかどうかわからないんですか。答弁してください。9月30日です。吉田局長。東北新社側のこの、意図につきましては、きちんと事実関係を確認する必要があると考えておりまして、大臣の指示を受け、確認をさせていただきたいと考えております。小西洋之君。いや、この3月31日はこれ、有価証券報告書ですのデータです。なので、世の中の人は誰でも見れます。もちろん、このあと株主総会を行われてますから、東北新社以外の方も知っています。で、この9月の30日は、金融庁が指定している法人から、東北新社に法律に基づいて、通知されているデータなんですね。なので、東北新社は当然知っているわけで、ございます。総務省に伺いますけれども、この放送法で外資規制に違反していた場合には、総務省、総務大臣は何をしなければいけませんか。吉田博史局長。お答えいたします。放送法第103条第1項では、外資規制に反することとなったときは、その認定を取り消さなければならないと規定されております。小西洋之君。2回も違反している数字が確定的にあるのに、なぜ総務省は、総務大臣は、東北新社のこの放送事業者の認定を取り消していないんですか。吉田博史行政局長。情報流通行政局長。
東北新株式会社東北新社が外資規制に違反していると総務省では当時認識していなかったためではないかと考えております。いずれにせよ当時の事実関係につきましては大臣からの指示を受け確認をしているところ、確認を進めているところでございます。小西博之君。まさに私、衛星放送課でこういう仕事をしていたんですけれども、外資規制に違反していたかどうか、当時の総務省の担当者がしていたかどうか確認するのに、1日もかからないですよ。聞けばいいだけですから。総務大臣に伺いますけれども、外資規制に明確に違反していたのに、東北新社が放送法に基づいて、その放送事業者の認定を取り消さなかったのは、菅総理の長男が東北新社で働いているからじゃないんですか。武田総務大臣。今答弁あったように、徹底的に調査するよう今、指示出しておりますけれども、事実関係、また法令の適用関係というものをしっかり調査するよう、先ほど指示しました。その結果に基づき、ルールにのっとった厳正な対処を取ってまいりたいと考えています。小西博之君。総務大臣に伺いたいんですけれども、総務大臣も認めているですね、菅総理の長男だからのこの違法な接待。菅総理のですね、菅総理の長男らからのその違法な接待ですね、その違法な接待すら断ることができなかった総務省の官僚の皆さんが、その長男の方が働いている東北新社の放送事業者の認定を取り消すことなどできると思いますか。吉田博志局長。私どもどういう状況でありましても、粛々と法律にのっとって行政を執行していくべきだと考えております。小西博之君。この吉田局長は私もかつて の先輩で立派な方なんですけれども、でこの問題なんですけれども、実は大きな闇があるというふうに私は思っております。このパネルをご覧いただきたいんですけれども、パネルのこの廃炉の3月31日の後なんですけれども、実はですね、東北新社は1月に得た BS 放送のこの資格をですね、事業者の資格をそのまま自分のところで維持して、で東北新社、自分が出資した関連チャンネルを持ってたんですね。自分の関連チャンネル3つをですね、東北新社に集める地位の承継、これは総務大臣の認可が必要になります。それをやるっていうことを7月の28日に発表しているんです。でところが、わずかその8月18日ですね、半月ぐらい後に辞めたと。東北新社にチャンネルを集めるのをやめてですね、子会社などを作って、でかつ東北新社が1月にもらったばっかりの放送事業者の資格ですね、まだこの間、1秒も放送していません、サービスをしないんだけども、新しい子会社を作って、東北新社のその放送事業者の地位も、そして他の3チャンネルも4チャンネルもまとめて、そこに持っていくということをしているんですね。で、その結果、作られたのが、東北新社メディアサービスという新しい会社。で、この東北新社メディアサービスが9月の17日に、この、東北新社からのですね、放送事業者の地位の承継の申請を総務大臣にした。ただ、申請をした後の9月30日で、東北新社というのは、すでに外資規制を超えています。総務大臣に伺いますけれども、この東北新社は9月30日の段階で、外資規制を超えていますから、放送法に基づいて、放送事業者の認定を取り消さなければいけない、なっているんです。放送法に違反して、外資規制に違反して、認定を取り消さなければならないと、なっている東北新社からその子会社に放送事業者の地位を承継する、これ違法無効じゃないですか。吉田博志局長。東北新社に確認いたしましたところ、2017年3月へ9月への株主名簿によりまして、外資が 20% を超えたということでございますので、これが事実であれば、その時点で外資比率を 20% 未満にとする規制に違反した可能性が高いと考えております。2017年10月13日に行った事業の承継の認可につきましては、株式会社東北新社メディアサービスの申請について審査し、認可の要件に合致していると当時判断したものでありますが、承継元の事業に瑕疵があった可能性があるということは重大に受け止めてございます。行政として何らかの対応が必要ではないかと考え、大臣のご指示のもと、現在、事実関係の確認を行っているところでございます。はい、小西博之君。
というわけで、今、放送法に違反して取り消しですね、東北新社メディアサービスへのその放送事業者の地位がですね、どうなるかまだ定まっていない、というと、放送法の解釈をどうするかというのも定まっていないという、無法状態になっているわけです、菅総理。で、この経緯のですね、非常におかしいところ、さっき申し上げました、7月28日の段階では、東北新社にいろんなチャンネルを集めて大きな放送局を作る、で、それを突如やめて、半月ぐらい後の8月18日に、東北新社が新しく作る子会社にこれ、みんな持っていく。実は外資規制のですね 20% の違反、これを回避する唯一の方法がこの子会社作りなんですね。なので私はこの経緯の中で、東北新社はどこからかこの外資規制違反を知って、この外資規制違反のままだと、免許取り消されてしまうので、子会社を作るということをやったんじゃないかと思うところでございます。総務省に伺いますけれども、この7月28日の前後から、9月の17日のこの前後までですね、子会社の地位の承継に申請する、総務省にどのような相談が東北新社からありましたか。吉田博史局長。ご指摘の点につきましても、外資規制に違反していた可能性が高いことを受け、大臣からはまずはきちんと事実関係を調べるよう指示をいただいており、改めて事実関係の確認を行っているところでございます。小西裕之君。私の質問なんです、私も行政経験あるんですけど、こういう将来大臣認定という行政で一番重い行為を、大臣認可を取る話ですから、言うと何ヶ月も前から総務省に相談するんですね。で、相談をして、まずは東北新社に集めるという話を総務省とすり合わせていたはずなんですね。で、その証拠に、7月28日の東北新社の発表には、本年9月17日、9月の17日に、この地、新しい大きな4チャンネルを集めることを効力を発生する、つまり大臣認可を得る予定ですということが書いてあるんですね。ところが突如変わって、1ヶ月後の10月13日に大臣認可を得ているわけです。この間、総務省にどういう相談があったのか、もう一度説明していただけますか、簡潔に。吉田博史局長。一般論として申し上げますと、当然、申請書の書き方などの相談があったかもしれませんが、事実関係につきましては、大臣の指示もいただきまして、きちんと、確認を進めているところでございます。小西博之君。先ほどから大臣の指示って、大臣が真相解明を妨害してるんじゃないですか。菅総理の長男が絡んだ違法な行為なので、大臣がこの事実関係を、だって大臣の指示で、何一つ私の質問に対して事実関係が明らかになってないし、いや、結構です、結構です。じゃあ、委員長、お願いしたいんですけれども、大臣、じゃあ、これ、大臣ですね、あと委員長お願いしたいんですが、この配布書の15ページ、この子会社のですね、東北新社メディアサービスという子会社に、東北新社の放送事業者の地位の承継、この大臣認可を行った当時の、担当局長ですね、決裁の一番上のランクの方は、先ほど申し上げました、山田真紀子局長です。山田真紀子局長です。また今の私の質問で、総務省大臣の下では、総務大臣の下では事実関係を調査する気がないということが分かりましたので、委員長にお願いしたいんですけれども、東北新社の関係者、菅総理の長男の菅正剛氏を含め、また田中真紀子氏、今ご療養中だというふうに聞いておりますので、山田真紀子氏、今ご療養中だというふうに伺っておりますので、その体調を慎重に確認していただいてですね、もし医学的に出席いただけるんであれば、この委員会に出て、質問に答えていただく、そうした計らいをお願いいたします。五国理事会で協議をいたします。はい、小西博之君。実はですね、私も非常につらいんですが、この山田真紀子さんなんですけれども、2月の25日に国会に、お越しになったときにですね、こういう答弁をなさっているんですね。東北新社が利害関係者かどうか事前のチェックをしていなかったと。ただ、この田中真紀子さんは、先ほどお示し、山田真紀子さんは、東北新社メディアサービス、東北新社メディアサービスというのは、まさに山田真紀子さんが接待を受けた相手なんですね、そこの木田社長、その木田社長の名前も、この資料の10ページ、この決裁文書に載っております。つまり山田真紀子さんは行政の立場で、東北新社メディアサービスを東北新社から作った方なんです。そうした方が利害関係者かどうか分からなかったというのは、総理、これは総理の下の内閣広報官のこの国会答弁として、これは事実に反する答弁と思いませんか。
菅内閣総理大臣。ご本人がそう答弁されたことを私自身は全く知る由もありませんので、そこはついては、まあ、当時のことで総務省で調べているんじゃないでしょうか。小西博之君。内閣が任命した方なんですから、内閣として責任を持って調べていただくこと、辞めた方を調べることを禁止する法律が総理ありますか。菅内閣総理大臣。過去の、衛星基幹放送認定のプロセスなどについては、総務省において改めて検証を行うべき第三者を含む検証委員会を立ち上げるものと承知しており、詳細は総務大臣に答弁させます。菅案件という疑惑がますます高まっていることを指摘して質疑を終わります。ありがとうございました。以上で小西博之君の質疑は終了いたしました。